装の乱れは心の乱れ。実験着のシワ一つ見落とすまい。今日の授業にも資格はない。今度のテストは僕が一番になる。そして若様にお褒めいただくんだ。温室の環境は最高だな。あったかくて湿っていてリラックスできる。さっきの授業の内容、僕はミドルスクールで教わったぞ。茨の谷は教育の面でも秀でているのだな。課題のヒントぐらいならやってもいいぞ。合同授業で足を引っ張られては困る。疲れた顔をしているな。集中力を持続させるコツを教えてやろう。数式や化学式を解くのは得意だ。だが小手先の術など若様の前では何の意味もなさない。眠気を覚ます薬はないのか。シルバーにバケツいっぱい飲ませてやりたい。これはリリア様にいただいた飲み物だ。肉、魚、野菜、果物を一度に摂取できる優れものらしい。明確な答えがない芸術とやらは苦手だ。答えが明快な学問の方が僕には合っている。服を引っ張るのをやめろ。みっともない格好では若様の前に出られない。お前のおすすめの本を教えてくれないか。今夜はそれを読んでみる。僕と勉強？いいだろう。お前の実力を見せてみろ。